はい、というわけで今回もやっていきたいと思います。玉木さんです。どん兵衛です。ハムです。というわけで今回も前回の続きからやっていきたいと思います。はい、はい、じゃあ勉強に関して教えてもらうか遠慮するか、遠慮するか、はい、どちらに行きましょうか。うハムさんどっちなんだい、はい、遠慮する。でももうねすぐ筋肉が遠慮するって言っちゃったから、そうだね、遠慮しましょうか。遠慮しましょうか。右の筋肉が、そう、はい、右の筋肉が脊髄反射したことで遠慮します。いきます。はい、はい、やめとく。なんだよ遠慮すんだって。あ、このハテナって書いてある付箋のとこ見してみ。あ、どれどれ。そのまま無言で問題児を閉じる。再び開く。閉じる。もう一度開く。今度は難しい顔で紙面と向き合っている。理解しようと頑張っているらしい。死に恐る恐る声をかけるも顔を上げる様子は一向にない。頭からプスプスと煙が出てきそうだ。こうなる気がしたから遠慮したんだよね。だって偏差値20くらい違うし、うん、それはだいぶなんですか。だいぶですね。だいぶですね。気絶した。しっかりして、チーニー、チーニー。ゆさささささささ。チーニー、大丈夫？自分の名前わかる？俺は、俺の名は悪魔デスガルゴ。魔王ですね。魔王。大丈夫じゃない？しっかりしてチーニー。あなたの名前は瀬戸千歳。瀬戸千歳。ああ、怪文ですね。うん、本当だ、怪文になってんだね。うん、年は18歳。18歳。学年は高校3年生。高校3年生。世界観は日常もの。日常もの。あれ？よかった、正気に戻ってくれた。もうこれが偏差値70超えの勉強。 70ってひどいな。70やばいな。やばいやばい。70やばいな。100がマックスなの。いや、そういうわけじゃない。そういうわけじゃない。そういうわけじゃない。違う。急に出すね、それ、うん、読むだけで精神に異常をきたすとは三大奇書に並ぶ破壊力か。いや、今のは受験対策の、難問だったし。チーニーだって別に勉強ができないわけではない。少なくとも平均よりは上のはずだ。平均より上なんだね。全然いいじゃん。こんなにか。こんなに。こんなに。これじゃあもう。チーニー。はぁ。どうかした？別に。ハルマのせいじゃねえよ。ただ目をそらす瞬間、ちらりと瞳に寂しげな影が覗いた。チーニーどうしたんだ。急にいや、チーニーどうしたんじゃなくてお前らどうした。急にバスルームだぜ。急にだもん。急にシャワーシャーってしかも割とリアルね。うん、あれからチーニーはなんだか様子が変だ。だってね、なんか BGM が急に濡れ濡れの BGM になってた。急にだもんね。てかね、あれね、うちのユニットバスとね、間取り一緒なんでね、これね。あ、そうなんだ。そうなんだ。漫画も読むし、テレビを見て笑いもするんだけど、違和感を覚える。どこか作っているというか。僕のせい。寂しげな目が頭をよぎる。胸の中がモヤモヤする。ハルマ、おけがして。はい、サンキュー。なんで一緒に入ってんの。 T
ていうかそこ突っ込んじゃう、そこ突っ込んじゃう。なんで一緒に入ってんの、一緒に入ってんのこれ今。だって桶取ってやつでしょ一緒に入ってんじゃないの。そっか、僕の頭の中で一人があの風呂桶に入っていて、うん、風呂釜に入っていて、一、はあはあ、人がこう頭洗ってるとかそういうので桶取ってあげてる。あなるほど、じゃないですかね。ていうか今日ずっと変だ。いや今変だよ今も変、うん、ここ最近あそこまでお兄ちゃんぶりたがることあったっけ。いや、ないよね。だって僕が甘えないようにしてきたんだから。なんで急にこんな。ん、あらあら、やっほはっでよね、さっきあれね自然の流れでちょちょ待って、な今玉木さんの説明してなんで急に笑ってんの。ハムってきたからね、あの文字ないのにハムっていやびっくりとハムってだいぶ多かったよ、ね、いやね、あのね、さっきの受け取ってサンキューの下りは、うん、あの自然にやってた感じの、あれ慣れてるよね。気づかない、いやあの多分桶、うん、貸してって言われたから、はいって貸して、うん、これで髪洗ってて、サンキューみたいな、うん、向こう言ってくれて、でも、ん？ん？え？みたいな。ああ、なるほど。たぶん、そっちだと思う。なるほどね。考えすぎてて、普通に言われたことを、そう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 。え、飲んでいいのみたいな。そう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 。お願いします。チッチチ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 チーズ選手。あ、言って、言ってすげえシンクロした、すげえすげえすごいね。ボケのレベルが、あの、制作者と大体タムさんと同じベクトルで、あの、制作してますね。よろしくお願いします。チーニー、なんでここに。いや、久しぶりに一緒に入りたいなって。ダメか。ダメとは言わないけど。サンキュ。びっくりした。僕の動揺をよそにチーニーは平然と笑っている。最後に俺じゃないね、あ、私ですね。最後に一緒に風呂入ったのいつだっけ。いつだろう、どっちかの家に泊まった時だから小学生の時。そんな前か、さすがにもう二人で入るのはきついな。二人でちょ、なんか今までさ間接的にアプローチしたのさ、急にさ全裸でさ直接的にアプローチいくの、ね、ストレート来たからね。急に来たね、急にすんのね。あ、そうだね。春馬がそんなに背伸びたの中学でバスケ始めたせいかな。バスケだったんですね。あ、バスケね。うん、それもあるかも。中学に上がったばかりの頃、僕はあまり大きくなかった。どこか学年1位のチビだったからだですね。でいいんだよね、うん、そんなチビのくせにバスケ部に入るなんて無謀なことをしたものだ。チーニーがすごく心配したのも理解できる。本当に大丈夫か、うちのバスケ部結構強豪だぞ。顧問スパルタじゃない。先輩にいびられてない。何かあったら俺から攻撃してやるからな。心配ないって。俺心配ないって。心配ないさー。ないさー。あなたですよ。本当に。本当に。本当の本当に。本当だってば。チーギーの過保護が引っかかったのはこの時が最初だった。チーギーと同じ制服を着ているのにそこまで心配されるのか。僕はそこまで弱い子供と思われているのか。初めて悔しい気持ちが生じた。見ててよ、チーニーが心配しないようにすっごい頑張るから。部活や勉強はもちろん自分のことは自分でできるように努力して心配かけるような子供じゃなくなるから。はい、というわけで今回はこのちょっとね、これからどうなるのかっていうタイミングで急接近。楽しみだね。楽しみだね。いや、この楽しみは次回に取っておきましょう。はい、はい、はい。というわけで気になる次回はまた次回。あ、なんかおかしいな。それではまたお会いしましょう。はい。